私さ、一人暮らししようかと思ってんねん。え、いいですね。え、どのあたりでですか？悩んでんねんけど、でもやっぱり職場の近くの方がええやんな。え、でも職場の近くやとたまり場になりません？せやねん、そこが問題ですよね。でも一人暮らしするなら絶対にひろみさんには言わん方がええですよ。え、なんで？なんかあの人暇なんか知らんけど一人暮らしの人のところ泊まり歩いてるみたいなんです。迷惑。そうなんですよ、もうめっちゃ迷惑。え、一人暮らし？あ、はい、実は。え、そんなんや、早く言ってよすいません。で先輩、はい、どんな感じのところがいいですかね？そうですね、やっぱ間取りとか、あと日当たりとか重要ですけど、やっぱり女性の一人暮らしってなると治安とか。ああ、なるほどね、治安ね。あとはウィークリーマンションから始めるとかどうですか？ああ、ウィークリーね。はい、私も実はウィークリー借りてたんですよ。あ、そうなんや、はい、え、あそこ？ニオパレス？ん？ウィークリーマンションでおなじみのニオパレスやろ？近未来的。やっちゃいますよ、レオパレスです。あ、レオパレス。近未来のパリ。ちゃいます、レオパレス。ああ、パリスね、ちゃう方取られた。え、レオパレス。もう分かってるって、ネオパルス。新たな波動。え、わざとやってます？バルス！ラピュタ。